えー、大島使い今は生物多様性についいててやっています今日はですね、本当に久しぶりに晴れてくれました。秋野菜の作付けを今、大体終わったところなんですけれども、これから肥料をやったりとか、いろいろやります。今日はですね、その、まあ、農業の話をちょっとしたいと思うんですけれども、あの、生物多様性の中で、今、世界で起こっていることの中で、農業にものすごく大きな変革が起こってます。皆さん、あの、多くの方はですね、勘違いとか、私もそうだったんですが、始める前 日本の農業っていうのがすごくもう近代農業として世界の先端を行っているっていうふうに思ってませんかで、それがですねとんでもない大間違いだったっていうことがだんだん分かってきました多分ですね周回遅れに今なってます例えば耕さないと農薬を使わないとそれからですね持続可能な農業にしようとかってこれって実はですね60年代から70年代にかけて日本の農業の先駆者がみんな言ってたことなんですだけどもそれは全然あのメインストリームにならなかった で日本の農業はアメリカの農業を追いかけて農薬をどんどん入れて化学薬品を入れてという農業になりました。ところが今世界はですね、フランスもアメリカもそうなんですが、それを大きな反省として持続可能な農業に大きく舵を切り始めたんですね。その動きに日本は全然ついていってないということが今回ですね、わかりました。それはなぜなのかということをちょっと皆さんと考えてみたいと思います。よろしくお願いいたします。 生物多様性の勉強をね、ずっとやってたんですけれども、その中で生物多様性と農業の関係に関して、これなかなか深いものがありました。農業と生物多様性というと、一つはね、農業自体がものすごく二酸化炭素を出していそれはもう畑をこう工作したりね、開墾したりとかすることによって森がなくなったりするわけですよね。それによって、まあ二酸化炭素が保湿されていくというのがまあ一つあるんですけど、ただそうは言って、 でもそこに作物ができて、それが生物多様性でいろんな循環をやっていくことによって、逆に二酸化炭素をそこで固定化するという力もあることも同時にあるわけですね。ですから農業自体に地球温暖化を防ぐ力も実は持っている。 それともう一つは、生物多様性、本当にあの生物が多様な生態系の中で豊かに生きていくということを農業の中でもそれが実現できるというかですね、その生物多様性をどんどんとひどい土壌にして生物が住めなくなってきている農業自体を逆の方向に持っていこうとしている今、農業もある。 今日はその話をさせていただきたいんですけども、その中でね、アメリカの農業っていうと、大体まあ皆さんこんな感じのイメージですよね。僕もそうだったんですよ。もうやったらだだっぴくてね、大型の機械がガンガン走ってて、ね農薬バリバリ巻いてね、ポストハーベストで大量の作物を作っていると。でもこれはね、一面正しいんだけど、一面全く間違いない。 です、ね、す、ねううととね、すよねこれはほとんど輸出用なんどなで,すよで今、アメリカの人たち、スーパーマーケットもそうですけれども、オーガニック食品が非常にあの支持されているというか、オーガニック食品じゃないとなかなか売れないという状態になっていて、日本とも逆にね、日本はオーガニック表示をできるだけなくして農薬まみれのものを食わせようという日本の政府の方針でなってますけど、アメリカは逆にオーガニック表示を 表示がものすごいたくさんあって、いろんなところがいろんな形で表示をしていてですね、それがないとむしろ逆に売れないという、そういうことが起こっている。スーパーマーケットオーガニックの表示の食品がたくさん並んでいるんですね。それでそういうようなオーガニック食品の需要に合わせた形で、アメリカの農業もオーガニックの、そしてですね、環境再生型の農業が今ものすごい勢いで広がっている。 ものによってはね、小麦とかね、野菜なんか特にそうですけど、30%、40%はもうすでにオーガニックになっているんですね。これなかなかあの、私たち日本人は自分たちの農業についても知らない分、アメリカの農業についても知らないですから、私もですね、アメリカの農業がそこまでオーガニックに触れているってのは今回いろいろ情報を集めて知りました。じゃあその前のアメリカの農業はどうだ かというとこれはこれまで私たちが知っているアメリカの農業とそれから今新しく起こっている農業を比較したいですけれども左側ですねもう巨大なやつで土をガンガン掘り起こしてそこに農薬ばらまいてというまあそういったことでやってきたわけですよね60年代70年代80年代そのためにねアメリカの農業の中でいうと土壌がもう劣化して劣化してということが言われたわけですねで微生物が全然いない生産性が下がるそれとですねまあ土っ端です ですから、こういった土っていうのは大体その微生物が住んでたりとか、まあ栄養分があるのは地表の30センチぐらいなんですけど、それが風で吹っ飛んじゃうんですね。こうやって裸の土地にしていると。ですから地表が失われていく。どんどん失われていく。それと地下水を組み上げてやってますので、木灌現象っていうのが起こって、地中の塩分がどんどん上がってきてしまう。 で、地表にあの、塩の塊ができてきてですね、もう全然使えない。そういった土地が増えてきてるということはアメリカどんどん言われてたんですよ。で、アメリカ農業もダメじゃんと言われていたんですけれども、右を見てください。この緑豊かなというか、土じゃないんですね。耕さないんですよね。根を残してですね、それから絶対あの、地表も土だけにしない。何か作物を地表に植えている。 そして土壌の紛失を防ぎですねそれから植物たちが立ち枯れることによってそこで有機肥料になっていくで根も残していく。 根の中にある微細細菌の有機細菌、有機物のね、微小な細菌がいますよね、土壌細菌です。それを保全していくという、こういったですね、あの農業が今アメリカの中ですっごく怒涛のごとくと言ってもいいかもしれない勢いで広がっているというふうにいろんな情報で知りました。じゃあですね、それってどんな農業なんだよというのをもうちょっと詳しく見ていきたいと思います。環境再生型農業というふうにアメリカの中でも言われています。リジェナティブ農業ですね。それはですね、 従来型のアメリカの農業っていうのが工業型農業ですよね。で、そこで起こったことっていうのが単一作物の大量生産のため、そのために化学肥料を多頭して多量の農薬に頼る農業になったと。 その結果さっき言ったように土壌の劣化が起こった。これじゃまずいということで今起こっている農業がこういった形の農業でそれは大きく5つの特徴がありますね。1つはね、これびっくりです。耕さないんですね。全く耕さない。もう耕しとしても本当に表面ちょっとやるぐらい。いいのは全く耕さない。え常に何かを植えているということですね。これまであった小麦とかね。まあアスパラアスパーとかね。 とにかく広いところに単一作物をガーンとやるというのがアメリカの農業でしたがそんなことはない。まあこれはあの工業製品として出してるわけじゃなくてアメリカの消費者の人たちに向けて農作物を作っているということが前提にあるんですけれどもね。多品種栽培ですね。輪作を基本にした様々ないろんな作物を一気にいろんな形で作る。 ということなんですよで。それともう一つが、土壌保護の作物をですね、常に植えていく。それはもう牧草でもいいし、花でもいいし、まあいろんなものなんですけれども、それをですね、常に地表を風にさらさない,とい。何か植えている。で、それが枯れて、また有機物として土に入っていくということをですね、繰り返していくわけですね。それで知力を上げていこうということなんですね。それともう一つはですね、掘り返さないから、それまでの植物の根、 もうそのまま保護して、その根の中にある土壌球菌ですね、その活性化を図ろうということも当然やろうとしてますね。それ以外にですね、農場と畜産ですね、これを混合した農業をやりましょうということを普通にやっているわけですね。牛の糞であるとか、なかそういったものがもうそのまま土の中に入っている。 で、有機物として分解されて、それが栄養分になって、また吸収されていくという、この循環ですね。こういったことをですね、もう基本にしてやっていこうという、あの農業なんですよ。それで、私思いました。あれれれみたいな。こんな農業をやっても提唱している人を私たち昔勉強したことあるなと思ってね、耕さないって言ってた。で、農薬なんか絶対使わないし、化学肥料も使わないよ。 で自然のままにそのままの形にしていって、家事も作れば、野菜も作ればということをやっていた。 そういった農業を提唱してきた人がいましたよね。福岡正信さんですね。ヒ業を蓄えた千人のようなおじいちゃん。当時、笑い一本の革命っていう本がですね、出て、彼のそういった新しい農業観、とか自然観を書いた本なんですが、これはあの、私たちがまだ若い頃ですけど、別に農業に関係ない連中がみんな読んだ。ある意味、近代的な産業批判であったり、近代文化批判であるとか、いうことを農業っていう一点から解いた本だ。 っていうふうに勝手にまあ思ったんですね。福岡も野さんっていうのは一つの思想家として、農業を中核にした思想家として僕たちは記憶してたんですね。その福岡さんの実践した農業っていうのがまさに今ここで言っている農業なんですよ。えー びっくりしたんですけどねこの農業に関してアメリカの指導的な役割をしている人がいるんですけれどもね、この人がですね、この本ですね、今翻訳も出ているんですが、土を育てるっていうゲイブ・ブラウンさんっていうですね、苦労して今言っている耕さない、そして多品種だよ、農薬を絶対使わない、除草剤も使わない、そういう形で環境再生型の農業で大成功した人がいて、この人が今アメリカのそういった農業の指導者なんですが、彼の本を読んだらですね、出てましてやっぱり不 さんが彼の心の死なんですね彼がやっぱりその福岡さんの教えとか知ることによってそれを支えにしてやってきたということを本に書いているんですねですのでアメリカであの大きく買いようとしている農業ですねそれはまさに福岡さんが60年代70年代ですね本当に声を大にして提唱していた農業だ今アメリカで花開いた ということも言えるんですね。確かにですね、耕さない農業に関しては、1940年代にアメリカでも先駆者はいるんですね。ただ、農業を思想にまで高めていったのは福岡さんでした。じゃあね、そんなに古くからそういった革新的な農業を福岡さんが提唱していたにもかかわらず、どうして日本ではい。 バンカーせずに、それを勉強して、今、アメリカで2000年代になってから、彼は10年、20年苦労したって言ってますけれども、でそこで大成功している人たちがいて、それが今のアメリカのですね、農園の40%ぐらいまでもこういった形のですね、環境再生型の農業に変わろうとしているっていう大ムーブメントが起こってるわけですけれども、なぜオリジナルの日本でそうならなかったのか ということがまあ、疑問になるわけですよねそれいくつか理由があると思いますけれども一番の問題は農協ですね私はこの図解のですね、チャンネル何回か農業に関わる形での農協に関して言及したことがありますただそれはね、肯定的な言い方をしたのね農協っていうのはこれだけの共同組合が力を持っているんだから彼らが新しい形での農業であるとか地域社会であるとか里山の経済であるとかエネルギーであるとか 新しい事業をする力もあるし、人材もあるし、チャンスもあるんだから、ぜひそうやってほしいというようなことをですね言ったことがあります。その時に農業関係の人たちから、いや、ダメだよ農協はという意見がものすごい寄せられたんですよね。もうやる気がないし もう全然そういった意味で言えば金儲けしか考えてないし、農協はもう金融でしかもう生き延びられないんですよ。というようなこともいろいろ言われました。最近はそうだなっていうふうに私も思いました。こういった形でもですね、新しい取り組みとか、消費者のための健康のための農業とか、食料自給のための農業とか、そういったことをですね、農協は一切顧みてこなかった。 で、巨大な組織になった。それで農協はどうなるのかっていう話も実はこれからやっていきたいんですけれども。ただ、福岡さんのこれだけのですね、農業に関してはですね、日本人もでね、できねえよって思ってたと思うんですよ。やっぱりそれはその達人がね、思想でもってやってるものであって、それが一般的な農業にならないって日本人勝手に思ってちゃったんだね。それをアメリカの人たちは真面目にやって。 それで一大産業にまで今広げようとしてるってこの違いがね何とも言えない情けなさを感じる今日この頃です日本の農業がもう一週遅れになっちゃった福岡さ産という形の先人を使ってですね先に走っていったものがもう日本の農業は一週遅れになってこれからどういう形で日本の農業を再生していくのかということがですね本当に真剣に考えなきゃいけない問題ですね麦の食料的に関してもこのコーナーでいろいろ言ってますけれどもまあそれも含めてもう一回私たち自分の 足元から考えていきたいと思いますそんなことをですねこのチャンネルでやっていきますのでどうぞ次からもご覧くださいどうもありがとうございました